さんチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。誠にありがとうございます。はい、今日もですねメールの方届いておりますのでご説明させていただきたいと思います。はい、私のお寺は浄土宗ですと。はい、先日夫婦で五重送電を受けました。その後私はお寺の婦人会に入会することになり、よくありますですね、はい、月2回護衛歌を練習することになりました。その際年配の方が足が痛いので椅子と机があるといいなと言っておられます。今は正座して練習しておりますが、何か専用の護衛歌の机等々はございますかと。はい、お名前の方山田梅子さんからいただいております。ありがとうございます。そしたら本日ご説明させていただきますので、ちょっと端の方に入場していただきたいと思います。失礼いたします。見ていただいているのが一応あのセットなんですけれども、まあ簡単に護衛歌とは何ぞやというご説明をさせていただきたいと思います。はい、基本的に護衛歌というのはですね、仏教の教えをですね五七五七七の一応和歌っていうんですね。それをまあ言うたら曲に乗せてまあ唱えるものが護衛歌と言います。はい、で大体まあ平安時代からになるんですけれども、まあ宗教的伝統芸能という部類に入る形になります。はい、で、まあ、護衛歌と一つ言ってもですね、いろんなこう系がありまして、まあ、いわゆる浄土宗系、真言宗系、臨済宗系、曹洞宗系と、こういろんなこう若干微妙に変わってくる形になりますので、まあ、これがこうやっていうのはご説明しないですけれども、まあ、いろんな方にがあるということになります。はい、で、一応今度セットの方なんですけれども、向かって右側が椅子になります。はい、こちらの方に座っていただきまして、はい、でその前がお机という形ですね。はい、まあ、一応これが護衛歌のお机と椅子になります。でその机の上に乗っているのが霊鐘といいまして、まあ、鈴ですね。まあ、一回ちょっと鳴らしていただいて、はい、いい音が鳴ります。はい、であと鐘後、まあ、横に棒がありますのでそれを叩いて音を出すと、はい、そういう形でこの音2つの音を組み合わせて歌っていただくという形になります。はい、まあ簡単ではございますがこういうセットがあるということで、でこちらの方も滝本仏光堂でご販売させてもらっております。でお値段の方もお求めやすい価格になっておりますので、またよろしくお願いいたします。はい、本日はどうもありがとうございました。ご質問等々ございましたらこちらの方までよろしくお願いいたします。